このブドウさ、スチューベンって言って、ニューヨーク生まれの品種なんだけども、青森県と井戸がね同じだから、結構青森県で日本のスチューベンの9割ぐらいかな、青森で作られてるんだけども、ね、このスチューベンすごく美味しくて、巨峰よりも美味しいかな。俺は味が繊細、巨峰は大味な感じで、これは繊細な味って感じで、うん、すごく美味しいんだよね。で、今日このスチューベンの花のね、手入れの仕方を紹介したいと思います。よいしょ。ブドウってさ、このこっちのラインとこっちのラインと2本あるんだけども、これね、こっち切っちゃいます。で、残りこの残ったメインの方の下3分の1切ってしまうと。で、こうすることで残った花、実が大きくついて、バランスの良い、見た目の良い、食べ応えのあるブドウになるということをブドウ農家さんに教えてもらったのね。こういう感じで、この奥の方も、このこっちを切って、3分の1切り落とすと。まあ、あとね、こっちもか。ね、あとここ分かれてないから、そこは切んないで、あ、分かれてるわ。影の方にね、分かれてるとこあるから切って。ちょっと早い気もするんだけどもさ、やるのにね。これから忙しくなるから、今やれる時にやっとかないと、ね、忘れてしまってさ、あ、これどっちだろう。あ、そっか、これはこっちだな。やれる時にやっとかないと、タイミング逃して、なんだ、ちゃんとね、適切な時期にできなくなると思うんで、逆にね、全く手つかないで、身の小さいさ、ブドウになると思うの。スチューベンじゃなくて、デラウェアみたいなさ、ちっちゃいさ、ブドウになっちゃうかもしんないんで、今のうちにやってます。で、まあ、こういう感じでね、身を整えてあげて、で、夏に備えます。大体、あんま夏っつうか、秋ぐらいかな、取れるのね。このシチューベンはさ、すごく美味しいので食べてみてくださいね。で、多分、今これ青森はね、今やってるけれども、やっぱ南の方もタイミング過ぎてると思うから、まあ来年やってみてください。北海道の人はまだできると思うんでね、やってみることをお勧めします。全然身の付き方違うんでね、この作業一つでね、全然違うんで、ぜひやってみてください。